おはようございます。速稼塾のここです。今日はねちょっと面白いものが届きました。ここに箱いっぱいでございます。ちょっとね重いずしっときてますね。これを見てください。これこういうのです。こういうのね、ちょっと見てみますね。みんなでね、はい、こういう段ボールいっぱいになってますね。これが何があるかと言いますと、ちょっと瓶のものですね。なかなか瓶瓶瓶瓶って感じでございます。瓶瓶です。これどんどん開けていこう、開けていこう。厳重だな、なかなかな。はい、改めまして速稼塾の久保でございます。どうも。はい、今回ね皆さんにお見せするのはこれ見てください。ドリンクの数々。これね一つのテーマでくくられてるんですけども、何だと思います？これはですね、中南米のお酒なんですよ。メキシコのお酒でございます。メキシコのビール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 、そしてこれがメキシコのワインですね。なんかものすごいアルコール度数きつそうじゃないですか。で、珍しいでしょ銘柄が。こちらにあるのが実はコーラなんですよ。インカコーラと言います。はい、インカコーラって書いてますよね。これはジュースです。はい、あのコカコーラ、コカコーラボトラーズが出してますね。コカコーラのインカのコーラはこうやって黄色いんですよ。で、他にねこの情熱的なスペインの、スペイン語ですからね、ポルトガルですからね、あの情熱的なビールとワインがあるわけなんですけども、あの今回ね、あの私あのラーメンを食べてみたりとか焼きそばを食べてみたりとかパンを食べたりしたんですけども、あのもう隠居暮らししてお酒はほとんど飲んでないんですよ。でも今回ねビールをちょっとずつ買ってみて、まあこのちっちゃい小瓶1本ならなんとかね、あの1日1本ぐらい開けれるかなと思うんで、しばらくこういったドリンクもレビューしていきたいと思うんですよ。これ全てメキシコのビールです。これもねメキシコでは代表的なあのビールですけども、私もね全然予備知識なんで分かりません。だから銘柄を見ながら味をねテイスティングしながらお届けしたいと思うんですよ。まず一発目はこのインカコーラですね。これ冷やしてから飲もうと思います。これからあのドリンクのレビューがたまに入りますんで、まああのなかなかね南米中米に興味がある方いないと思いますけども、メソアメリカのね歴史、そして、こう文化をねちょっと触れていただきたいかなと思います。ちなみにですね、私あのインカ帝国とかね、あとテオティワカンとかね、マヤ文明とか結構好きでね、高校の頃からよくよく文献見たりとかね翻訳したりしてるんですよ。でその流れで今回、まあ、ちょっとお金の余裕もできてきたんで、現地のねドリンクを、これ見てください。これマチュピチュの絵が描いてあるね、マチュピチュですよ。でこれがなぜかねスフィンクスみたいな絵が描いてますね。エジプトとは関係ないと思うんですけども、でこれがおそらくコンドルじゃないですかね。コンドルが飛んでいく。え、他にもねここになんか、メキシコの王様の顔ですよね。マヤ文明の王様の顔じゃないですかね。というのはいろいろあります。ここにはスペイン人征服者じゃないですか、これエルナン・コルデスか誰かだと思います。お、ブランデーなんだこれ、ワインかと思ったら。原材料ブドウ、アルコール分はどっかに書いてあるね。何パーセントなんでしょうかね、よくわかりません。え、40%、これ強烈ですよ。この酒はちょっとなかなかウォッカ並みにあります。飲めませんね。ビールはね多分ねちょっと軽いと思うんですよ。 4% ですね。まあ 4% ならまあまともなビールですね。ということで口から火を吹きそうなイメージがあるメキシコのお酒なんですけども、まず手始めにねジュース、インカコーラ、これはね私前回もレビューしたことがあるんですよ。もう7、8年前、10年ぐらい前かな。うん、あのミカムーバレーっていうところに行って、あの山口県のね岩国ので、そこでのお土産に買ってきたインカコーラっていうのを飲んだのをレビューした覚えがあるんですけどもね、まあ改めて今回飲んでみようかなと思います。まあこれだけビールありますんで、まあしばらくはドリンクのレビューができるんじゃないかなと思います。それでは乾杯、いってらっしゃい。